あのモビルスーツ、地球へ行こうとしてるのか。ただ逃げ出したってわけじゃなかったのね。どさくさに紛れてあれの味方をしようってやつも集まってる。それだけじゃない。この中域に接近するモビルスーツの集団も確認されている。それが敵であるか味方であるかはまだ分からん。あのモビルスーツ動かないわね。待ってるんですよ、あそこで僕たちと彼らの戦いを。そして隙を見て逃げ出そうとしてるんです。わかるのか。なんとなくですけど、こいつが教えてくれるんです。急ぎましょう。グズグズしていると挟み撃ちに遭ってしまうわ。はい、こんな時に地球を自分のものにしようなんて、そんなこと誰にもさせません。地球はあんな人たちのための星じゃないんだ。ああ、こんなことで今までの戦いが無駄になるのは不愉快だからね。エマチュイ。何ですか艦長。無茶だけはするなよ。生きて戻るんだ。死んじゃダメだ。みんなが不幸になる。分かっています。艦長もあまり無理をなさらないでください。いざ休みという時にデートもできなくなったら困りますから。あ、出撃します。お出撃します。守りが堅いね。厄介な奴らだ。このまま閉じこもっている気なのか。外堀から徐々に埋めていきましょう。必ず突破口はあるはずよ。でも僕も負けられないんです。罪になっても定められし我が宿命果たすまで。あのモビルスーツもそれを利用しようとする人たちも見過ごせません。人の命を大事にしない人とは僕は誰とでも戦います。敵の防衛線が崩れた。モビルスーツ部隊進め。突っ込むぞ。奴らなどは所詮盤上の駒。どうすればいいか分かるな。はい、お任せください。どいつもこいつも地球を壊すことしか考えないのか。必要ないのだ。宇宙にとって貴様たちは圧してしまうなんてすごい力だ。この ドラン君、
いですね。あのモビルスーツが邪魔になれば始末すればいいだけ。その場の感情だけで対局を見ない俗物どもが世界を動かせると思うな。僕にだってこのくらいなら。お前たちの姿はない。これが俺の最後の任務だ。こんなに敵がいたんじゃ先に進めない。ここは地上じゃない。なら月光町を呼んでも。挟まれないように距離を取ってください。強さを支えるものが俺と同じであるならいいが。あのモビルスーツを利用しようとする人を止めようとする人もいるんだ。目的が同じなら戦う必要もないのだ。見境ないんだから。我々以外にもあの力の危険性に気づいた者がいるようだな。それがあの時打ち損じた彼らとは、これも何かの縁ということか。逃がしはせんぞ。貴様の根城などこうしてくれるわ。人類もまた自然の一部、それを抹殺するなど自然を破壊するも同じ。このような凶悪な兵器で地球を抑えるなど負の骨頂よ。肉弾戦なら障害は取り除く。お前ら下がれ。
報庁を呼びます。ぼやぼやしてるだけじゃないみたいだね。すいません、でも僕も負けられないんです。この矢、恐るべき力だ。それはこの宇宙には必要ない。おい、そこだ。鮮やかなお手並みです。水弾戦ならお茶出し。また戦いを始めるなんて、そんなバカな話がありますか。地球は戦争するところじゃないでしょう。これ以上は戦う。お前は撤退するぞ。鉄砲長を呼びます。デヒンカメラがやられた。この程度でやられるか。人は同じ過ちを繰り返す。まったく危険なモビルスーツが多すぎる。戦いに取り込まれるぞ。この星のモビルスーツも、ロラン、君も見逃すわけにはいかない。お前ら下がれ。赤いのやつがいるようだな。よし、このまま押し切るぞ。できる人みたいですね。まったく、大人って何を考えているんだか。人に迷惑をかけないやり方だって他にたくさんあったでしょう。なんじゃ、カメさん、我が剣となる者よ、その力を見せろ。この スーツも危険な力を持っている。見過ごすことはできない。繁栄はホワイトドールと言われて人々に崇められてきたものなんです。
その本体が機械であれば、使い方次第ではみんなのためにだってなります。あのモビルスーツだって、みんな機械に取り込まれてしまって。すいません、でも僕も負けられないんです。僕にだってこのくらいなら。油断しないで、まだ終わってないわ。肉弾戦ならまだだ。お前ら下がれ。鉄鋼像を呼びます。すいません、でも僕も負けられないんです。ドラン君、うまくいってるみたいですね。敵敵を、やりました。我が道はドラエル。このやや、このまだ終わりじゃなくてよ、ドラ。アリーナ撃墜させてもらう。
して戦える者には。鉄工場を呼びます。
僕を呼びます。不愉快だけど撤退する。この負けちゃった。脱出するね。遅い！やってた。まだ動く？地球行くのか？行かせません。月にも、地球にも行かせませんよ！すごいわね、ロラン。ロラン、やったのか。あのガンダムも使い方次第ではみんなのためになったかもしれない。ホワイトドールだって世界を滅ぼすかもしれないんだ。僕なら使いようがあるはずだ。